頭部で眉と髪の生え際の間のことである。砕けた言い方でおでこ、個語ではぬかとも言う。眉と眉の間は特に眉間という。人の額とされる範囲は、一般的には眉から髪の生え際までの垂直な部分であるが、その長さには個人差があり、広い人だと長さが顔の長さの半分近くを占めている場合もある。しかし、 あくまで顔の前面の垂直な部分のみを指し、たとえハゲによって髪の生え際が交代しても頭頂部は額には含めない。額の筋肉は前頭を含み、額の皮膚を収縮させる。また、加齢により、シワができやすい。動物の額は眉がないため目のすぐ上から耳より、下の範囲で頭頂部は含めない。ビンディーやティラカなど額に装飾あるいは宗教的な目的で、 印を描くことがある。また、旧約聖書には、悲しむ、人々の額に印をつけよ、という一文がある。富士学系学が広い、狭いといった言い方をすることがある。その場合学が垂直に近いほど広いと形容され、額が後方へ傾斜するほど狭いと形容される。その理由は、額の後頭部側への傾斜の程度により、正面から見た場合において、 期待と認識される部分が異なるためである。したがってこれは実際の額の面積とは関係がないことが多い。ありがとうございます。